ヤフージャパン、ヤフージャパン、ヤフージャパンはヤフー株式会社が運営するポータルサイトである。ホームページ https://www.yahoo.co.jp は2009年現在1日平均19億のアクセス数を誇り、日本における検索エンジンとしては過半数のシェアを獲得しており、各検索プロバイダーを抑えて 業界トップの座にある。ただし2010年9月以降から Yahoo 独自の検索エンジンから Google の検索エンジンへ徐々に移行されており、移行が完了すれば Google の検索シェアが98%近くとなり、日本で一番使われていることになる。他国版の Yahoo のドメイン名がコディチェ1であるのに対して、日本版はコディチェ2である。また、 利用者の登録情報も他国版と日本版では独立している。Yahoo BB など日本独自のサービスを展開することも多い。2013年6月17日、トップページのデザイン変更が行われた。ロゴの変更が主で、スマートデバイスや PC での見やすさ、使いやすさの向上が目的とされている。トップページのリニューアルのような大幅なレイアウト変更が行われたのは、 2008年1月1日以来となる。2013年9月からアメリカのヤフーはじめ世界各国のヤフーのロゴが18年ぶりに新しいものへ次第に切り替えられたがヤフージャパンは赤い旧ロゴに近いデザインのままで変更はないとしてる。2016年4月、翌2017年4月までにヤフージャパンのサービスを常時 SSL 化、常時 https 化することを発表した。2009年1月現在、200以上のサービスを行っている。無料で利用できる、無料サービスと、ヤフーウォレットで料金を支払いを行い利用する、有料サービスがある。また、有料、無料に関わらず、ほとんどのサービスで、ヤフージャパン ID の取得が必要となっている。サービス名に関される、ヤフーは、省略系の、 はい、で記載されることもある。検索エンジンのほか、ポータルサービスが主な事業であり、以下に列挙する。パソコン向けを前提としたサービスを中心に展開していたが、2000年代後半以降は、スマートフォン向けの対応を進め、インターネットエクスプローラーに特化したサービスを提供終了するなど整理を進めた。従来の携帯電話、フィーチャーフォン向けのサービスもある。また、 大手メーカーのスマートテレビ向けへポータルサイトや Wii 専用トップページなどデジタル家電向けのサービスもあるが2012年9月に終了した。ヤフーの主力事業の一つ。元々はアメリカのヤフーと同じくディレクトリ型検索エンジンをおもとし、それにロボット型検索エンジンが付随する形態であったが徐々にロボット型検索エンジンの利用が増えたため、 2005年10月3日以降はロボット型のエンジンを主体とするように切り替えた。2017年6月29日には創業時から運用していたディレクトリ型検索エンジンの Yahoo カテゴリーを2018年3月29日付で廃止することを発表した。ロボット型検索エンジンとしては初期は Go の検索エンジン、2000年5月からは Google のエンジンを使い、 その後アメリカのヤフーが独自開発したエンジンであるヤフセルッチテクノロジーに切り替えたヤフー独自の技術を利用し始めた背景には米国において Google ググの検索ユーザー数がヤフーのそれを超え出したということがあると言われている。しかしアメリカのヤフーがエストの開発継続を断念し2009年に検索エンジンをマイクロソフトのビングに切り替える方針を明らかにしたことから 日本法人も対応を迫られ、Yahoo Japan では2010年7月に Google にエンジンを戻すことを発表した。Bing ではなく Google を採用した理由としては、プレスリリースの中で Google は今日現在すでに、確固たる日本語環境の検索エンジンと検索連動型広告配信システムを保有しており、かつ、その機能も現時点ではベストであるとの結論に至った、と説明している。 2010年9月から一部のユーザーに対し Google の検索結果を表示しており、徐々に対象ユーザーを増やしている。全ユーザーの移行が完了すれば、Google 検索の国内シェアが98%近くを占めることなり、一部の同業他社の訴えにより、公正取引委員会が調査を始めたが、特に問題は見られないと判断された。通常の検索エンジンのほかに、 ツイッターと提携し、ツイートのリアルタイム検索を提供している。また、パートナー企業からのデータフィードも受けており、現在は、クックパドやネイバーまとめの情報が検索結果に表示されるようになっている。Yahoo の提供する日本最大のインターネットオークションサービス。日本のオークションサイトとしては圧倒的な利用者数を誇る。以前は、Yahoo ーオークションという名称で、 これを略したヤフオクが通称とされていたが、現在ではヤフオクが正式名となっている。世界最大手のイーベ、イーベーも2001年に日本へ進出したものの、先行していたヤフーに立ち打ちできず、2002年3月、限りで撤退した2007年12月にヤフーと提携して再参入。2007年8月上旬により、 プレミアム会員以外に入札上限額を設定。2013年10月、ヤフオク。ヤフーショッピング出店料など無料化。ヤフーが EC 事業改革を発表。楽天市場などと同様の出店型ショッピングポータルサイト。ヤフオク。ヤフーショッピング出店料など無料化。ヤフーが EC 事業改革を発表。旅行商品の販売サイト。 EC 事業改革の一環として、宿泊制約料及び日帰りバスツアーの掲載量を無料化している。2011年6月、ヤフー地図、ヤフーグルメ、ヤフー路線情報などを統合してできた新サービス。地図情報や地域情報などをひとまとめにしたサービスで、ヤフーでは日本最大級のジオサービスと称している。日本の株式情報や、 税金や不動産に関する情報を網羅している。また、特定の企業を登録しておけば、株式変動のレポートなども作成してくれ、テックストリム掲示板とも直結している。2012年8月から、日本の無料サービスでは初めて株価のリアルタイム更新を実施している。それまでは20分遅れ。東京証券取引所の方針変更によるもの。子供向けのヤフージャパンであり、 トップページには子供向けのサイトを集めたカテゴリーがリンクされている。検索ではフィルタリング機能によりアダルト系の言葉が検索できないようになっている。検索以外にもニュース、図鑑、絵本、クイズ、ゲーム、食育、ペーパークラフト、ポケモンガーデンなど子供を対象としたコンテンツがある。また、ソフトキーボードを使用することができる。 https://kids.yehoo.co.jp Yahoo Japan の提供するフリーメールサービス2012年12月それまでの Yahoo 掲示板に代わってサービスを開始した掲示板2チャンネルとは違い Yahoo 登録者のみ書き込めるため匿名性は低い電子掲示板上で利用者同士が 知識や知恵を教え合うナレジコミュニティ、知識検索サービス。2006年には携帯電話などでも利用できるようになった。2011年からは知恵ノートサービスも開始された。対象モニターがアンケートに答えると、謝礼、T ポイントがもらえるサービス。Yahoo 辞書は、全7辞書、大辞選、大辞林、筆記類語実用辞典、プログレッシブ英和中辞典。 シングローバル英和辞典、プログレッシブは A 中辞典、ニューセンチュリーは A 辞典、85万4000項目から検索できる。他にもコンピュータ用語辞典等がある。利用者が独自のウェブサイトを開設できる小規模なホスティングサービス。無料版では Yahoo の広告が記載される。このサービスの利用には Yahoo Japan ID を取得する必要がある。 ノーウィッキー http コロンスラッシュスラッシュ www.geoci ties.jp ノーウィッキーヤフージャパンが運営する電子書籍の販売サイト公述のヤフーブックスとは異なる漫画の有料無料配信を行っていたヤフーコミックを2011年11月にリニューアルしコミックだけでなく文字物や 写真集も提供する総合電子書籍サイトとなった。ヤフージャパンが運営するブログサービス。ヤフージャパン ID 所持者は最大 10GB を無料で使用できる。写真や動画を添付することが可能。2008年7月現在、このサービスはベータ版として提供されている。株式会社ヤオにヤフージャパンが協力して運営するインターネットテレビ。 ストリーミング動画サービス。有料サービスでは、ギャオ、ストアとして、サービスを行う。PC 版は、上記のギャオに移行された。プロ野球のパリーグの中継を行っていたが、ギャオへの移行に伴い独立して、パリーグ TV となった。2008年現在、ヤフー動画は、携帯電話専用のサービスとなっている。株式会社。 DNA の携帯電話専用ポータルサイト、モバゲーの PC 版として運用するサービス。以前は DNA 独自で PC 版のサービスが運営されていたが2010年9月21日に閉鎖し、同日よりベータ版として開設。10月7日に正式オープンした。1990年以降に発売された乗用車を中心に 一部の商用者のデータを提供している。登録ユーザーによるレビューも掲載されている。2013年6月6日より、カーベと統合され、カーベとなった。各新聞社などと提携し、様々なニュースを配信している。特に毎日新聞社と、時事通信社からの配信によるニュースを多く、扱っている。毎日新聞社とは、ヤフージャパン発足当初から、 業務提携関係ある。各新聞社系サイトの10倍に上る月間37億6000万アクセスを誇っている。ヤフージャパン ID があればニュースに対する意見、コメントを書き込める簡易掲示板機能、みんなの感想がある。コメントできるニュースは提供会社によって可否が異なる。投稿数は1日あたり約14万件で、 男性の30から50代が全体の50%を占めており、コメント機能に限っては、特に40代が突出して高い傾向が見られる。低額料金を支払うことで、ヤフオクの出品や特定のカテゴリー、不動産、自動車などに入札できるなど、各種有料サービスを利用できたり、ヤフーポイント獲得率が上がるなどの特典がある、カインド。ただし、 利用するには、ヤフーオレットへの会員登録と原則として、ヤフー側が指定する銀行口座、2013年10月現在は、ジャパンネット銀行、水穂銀行、三菱 UFJ 銀行、楽天銀行の4行のみが必要であるが、ソフトバンクグループの携帯電話会社、ソフトバンクモバイルが運営するソフトバンク Y モバイルとの契約者向けにも、 ヤフーサービス利用会して続きでの紐付けをした上で、ヤフープレミアムを利用できるサービス、ソフトバンクまとめて支払い、Y モバイルエンジョイパックヤフーウォレット。過去にはスマホ得するパック、ヤフープレミアム4、ソフトバンク、フィーチャーフォンバージョンは2015年12月で、新規募集終了があり、この場合は利用者のスマートフォン引き落とし座から回避が引き落とされるため、上記の指定銀行、 金融機関でなくてもよい。2015年現在、無料キャンペーンが毎月行われているが、すべての Yahoo アカウントが対象となるわけではない。キャンペーンのほとんどが最大2ヶ月分の利用料無料である。なお、月の半ば頃にキャンペーンを開始するため実際の期間は最長で1.5ヶ月である。キャンペーン登録は自動解除されず、 無料期間を1日でも過ぎれば利用料を請求される。オンラインストレージ。この分野では、後発で2011年10月に、正式サービスを開始した。それに伴って、簡易ストレージサービス、ヤフーブリーフケース、ヤフーフォトは終了した。通常は 5GB まで無料。ヤフープレミアム会員は 50GB まで無料。将来は容量を拡大する。 有料サービスも導入予定。当初は Windows Mac スマートフォン用アップロードアプリを提供していたが、パソコン版のアプリからの利用は2016年3月31日をもって終了している。ヤフージャパンが運営するスポーツ振興くじ、トトやトトビックなどのサッカーくじの販売サイト。ヤフーオレットの支払い方法として、ヤフートトで使用できる支払い方法を 登録済みのユーザーであれば、Yahoo ととの利用登録が可能。ジャパンネット銀行の普通預金口座からの支払いか、クレジットカード決済、Yahoo ーカード、Visa、マスターカード、JCB、ダイナースを利用でき、T ポイントも利用できる。ジャパンネット銀行口座からの購入では、1種類の9時につき1回の購入手続きでは5万円までの上限があるが、何度でも購入が可能である。 クレジットカード決済の場合は、1ヶ月の購入合計金額の上限が5万円と定められている。また、都と公式サイトより結果発表が数日遅れることも、ある。自動最適化機能や音声読み上げ機能、QR コード読み取り機能など多くの機能が盛り込まれた他機能、ブラウザーアプリ、Android 版のみ存在する。Yahoo Japan が、 創業時の1996年4月1日から提供していたディレクトリ型カテゴリー検索型の検索エンジンであり2018年3月29日にサービス終了となった廃止の理由はディレクトリ型の検索が役割を終えたためと発表されているなおアメリカのヤフーが提供していた同様のディレクトリ検索サービスもすでに2014年にサービスを終了している ヤフーの各種サービスをポータル的に使えるサービス。my、ヤフーのページでは、ニュースやメール、天気予報、新着サイト、RSS 等の一覧を好みに配置でき、背景の変更等も可能になっていた。2016年9月29日をもって終了した。オンラインで受験できる、ヤフージャパンが提供する、資格試験。 2012年9月30日をもって終了した。Yahoo の提供していた音楽情報サービス。2000年に開始して2012年8月27日をもって終了した。楽曲ダウンロード販売の Yahoo ージックダウンロード、ストリーミングラジオのサウンドステーション、Web 音楽マガジンである Yahoo ージックマガジンなどを提供する。アーティスト情報の検索や歌詞の閲覧なども可能。 歌詞の閲覧については、ギャオのサービスとして引き続き利用できる。2012年8月27日をもってサービスを終了した。スマートフォンなどへのニーズに対応できていないためで、今後新しいサービスの提供を検討中という。Yahoo Japan ID を持つユーザーが自由に投稿できていたまとめサイト、ネイバーまとめ、タゲターなどの競合サービスが、 すでに普及していた2011年9月28日に公開された。しかし1年足らずの2012年7月2日に終了し、すべての投稿が閲覧できなくなった。Yahoo Japan が運営していたソーシャルネットワーキングサービス SNS のベータ版、2008年2月13日から招待制を廃止し、Yahoo Japan IDE 所持者であれば参加可能となり、 ヤフープロフィールと共有ができ、公開設定ができるようになった。2012年現在、このサービスは閉鎖されている。ヤフージャパンが運営していた書籍の通信販売。2011年6月20日をもってサービスを終了した。ヤフージャパンとリクルートがかつて共同で運用していた求人情報サービス。もともとはヤフー求人情報として、 情報掲載型のサービスを行っていたが、2004年4月より、リクルートと求人領域のサービスにおいて、包括提携を行い、情報提供元をリクルートに一本化した。新卒者採用に関しては2009年10月に、新たに Yahoo 就職活動をオープンし、リクナビ以外に、エンジャパンの情報も扱うなど、リクルート以外の情報チャンネルを一部ながら復活させて、 いたが、2012年12月に提携解消したことに、伴いサービスを終了した。リクルート側のサービスは、従前のリクナビブランドに戻された。なお、両社の合弁企業だったインディバルは、提携解消に伴いヤフーの100%子会社となったため、同社管轄だった。ショットワークス、シフトワークスは引き続きヤフージャパン内で提供されている。 Yahoo Japan が運営するゲームサービス。無料ゲーム、ダウンロードゲーム、ゲーム情報がある。無料ゲーム、ブラウザゲームサービスについては2010年10月5日まで配信し、以降は Yahoo ゲーに引き継がれた。デジタルビデオカメラなどで撮影した動画を公開したり、公開されている動画へのコメント等ができたサービス。 著作権料をジャスラックに支払うことで合意したと報道された2007年7月24日、2009年4月5日をもってサービス提供を終了している。かつて提供されていたレシピ共有サービス。もともとヤフーグルメ内にあったが独立した。クックパッドとの提携により2012年9月27日をもって閉鎖された。 個人売買を仲介する EC サイト。ヤフオクとヤフーショッピングの中間のような位置づけ。2012年10月1日開始。想定より出品数が伸び悩んだため、開始約8ヶ月後の2013年5月27日でサービス終わり。チャットのように、ヤフージャパン ID だけで相手とネットで会話が交わせるサービスのこと。利用するには、 クライアントソフトをコンピュータにインストールするか、ウェブブラウザで利用できるウェブ版、一部機能制限ありを使う。2014年3月にサービス終了。スマートフォン向けには Yahoo が運営法人に出資している関係から、Yahoo センジャーではなく、カカオトークが標準のメッセンジャーアプリとして採用されている。中国の大手強犯サイト、トータからもタオバオと提携し、 タオバオの出品物を日本語で検索、購入できたサービス。しかし、大半がタオバオの原文を翻訳機能で日本語に直訳した、わかりにくい説明であったりと、完璧なサービスとは言えなかった。現地の出品者側でも、一度タオバオのセンターに発送しなければならなかったりと、面倒な点があったり、日本サイトからの購入申し込みがわかった時点で、 連絡もなしに商品を取り消す出品者もいた。これらの課題もあってかシェアは伸び悩み。2010年の6月に開始したこのサービスは2012年5月17日終了した。ヤフージャパンが運営していた学習支援サービス。学校検索やオンラインで学習できるヤフーインターネットドリルなどが提供されていた。2013年9月30日にサービスを終了した。 メイリングリストサービスや電子掲示板、共有カレンダー、オンラインストレージなどのサービスを提供していた。2014年5月28日をもってサービス終了。小学館の日本大百科全書、日本以下を無料でオンライン検索できるサービス。項目によっては静止画や動画、音声も視聴可能だった。2013年12月3日をもってサービスを終了した。 ヤフーが提供していたチャットシステム。2007年4月3日よりヤフーメッセンジャーと統合。ヤフーは利用者限が著しく維持困難として2014年3月26日午後3時をもってサービスを終了した。無料のオンラインブックマークサービス。単なるオンラインブックマークであるマイブックマークとソーシャルブックマークである人気ブックマークに分かれていた。 2001年8月7日から開始され、2013年4月17日には、2013年7月17日に、全サービスを終了すると発表されたが、2013年5月29日、利用者からサービス継続を求める、多数の要望を受けたとして、ヤホ、ジャパンはこれを撤回し、ソーシャルブックマークなど一部機能の削除のみに変更してサービスを継続していたが、 2016年2月末にサービスを終了した。日本語を英語、中国語、韓国語に翻訳できた。また反対に英語、中国語、韓国語も日本語に翻訳できた。他にも Web 翻訳というのもあり、英語等のウェブページを日本語に翻訳して表示するという機能もあった。選択肢増え、役目をいたとして Yahoo は2017年6月29日を 持ってサービスを終了した。雑誌ブランドの集約サイト。日本国内の様々な雑誌から提供された記事を再編集の上で掲載。2011年には掲載商品を販売する X ブランドストアを白報道大メディアパートナーズと共同運営開始。2016年9月末に X ブランドはサービスを終了したし、 X ブランドストアも2016年11月25日をもって閉鎖された。サイトにアクセスすることはできなくなっているが、公式な終了、統合発表を確認できていないサービスもある。吉本芸劇場と吉本オンラインとマイソの吉本工業コンテンツをまとめて2009年3月31日に開始された動画サービス。基本は吉本工業コンテンツの統合のため、 吉本芸人以外が出演するのはかなり稀なことであった。なおギャオで吉本劇場の動画が配信されることがあるが、それは優先運営のギャオ2006年10月4日から2009年9月7日とコンテンツ制作、配信における業務提携を吉本工業グループが結んいたためである。吉本オンラインや マイソは2011年にはサービスを終了しており、アーカイブやダイジェスト動画がギャオ上で公開されている。また、他の吉本動画や生放送、吉ログもギャオで配信されていることから、ギャオと統合した可能性がある。2017年7月時点で、ヤフーバラエティのサイトは接続できなくなっている。デコメや、待ち受け画像、絵文字など、 携帯電話で使用する画像をユーザーが自由に投稿、ダウンロードできたコミュニティサイト。2017年7月現在、デコレーションサイトにアクセスしても DNS エラーなる。YahooJ 袋で複数のユーザーが2013年にサービスが終了する、下胸の投稿をしている。ポータルとは別個に展開されるウェブサイトがある。また、最近は、 スマートフォンアプリのみで展開されるサービスも登場している。スポーツサイト。各種スポーツの速報などのほか、スポーツライターによるコラムも数多く配信している。2013年10月1日、ヤフースポーツとアイズスポーツの旧スポーツナビを統合。スマートフォン、タブレット向けスポーツ動画及び情報コンテンツ、配信サイト。有料で、 ライブ配信とアーカイブ映像とハイライト映像を配信している。ソフトバンク株式会社と共同運用している。詳細は、スポナビライブを参照。Yahoo Japan の特定のサービスを利用すると、ポイントがもらえ、Yahoo ショッピングなどの買い物や Yahoo 簡単決済の振り込み、クレジットカード決済で、ポイント利用を選択した場合のみで1ポイントイコール1円で、使えるポイントサービス。 また、100ポイントイコール85円で現金化にすることもできる。T ポイントを登録すると CCC 社へ個人情報の提供が行われる。Yahoo ネット募金では T ポイントを使って様々な分野に寄付ができる。Yahoo ポイントは2010年から T ポイントと提携し、相互交換はできないが Yahoo ポイントと T ポイントのどちらを貯める、使うか選択できるようになった。 さらに2012年10月にヤフーとカルチュア・コンビニエンス・クラブの間で合弁会社を設立し2013年7月1日に Yahoo ポイントを T ポイントに統合 TID を Yahoo j a p a n に統合された T ポイントでも Yahoo のキャンペーンなどでもらえる Yahoo Japan をはじめとする Yahoo のサービスしか使えない期間固定の T ポイントが存在する ヤフーオークションでの落札料金を出品者に支払うサービス。所定の決済手数料がかかったが2016年に無料化された。クレジットカード決済と銀行ネット決済、オンラインバンキングの都があり、クレジットカード決済を選択した場合のみ、ヤフーポイントを利用して振り込むこともできる。出品者側の欠点ではあるが、自分の口座に入金されるまで数日かかるデメリットが、 決済代行サービス。登録したクレジットカード番号や銀行預金口座を対象サイト、店舗に知られることなく、決済ができる。利用料無料。Yahoo 内のサービスだけでなく、多数の外部サイトに利用されている。Yahoo オークションの代金受け取りにも利用できる、落札代金の支払いには利用できない。Yahoo パンが発行するクレジットカード。提携はビザ。 マスターカード JCB カードには旧ロゴデザインが描かれている。Yahoo 自身が発行者となるため貸金業登録を受けている関東財務局長第013795。2015年4月からは YJ カード旧 k c と提携し同社を発行先とする新 Yahoo Japan カードの発行を開始した。同カードには T ポイント機能もついている。 国際ブランドは以前と同じくビザマスターカード JCB。Yahoo! パブリッシングリンク小学館の3社により2005年に創設された文学賞。Yahoo Japan のサイト内にて作品の公募し応募作品の中からオンライン人気投票により Yahoo Japan 賞を選出する。他に選考委員が独自に選考する選考委員特別賞が設けられていた。 受賞作は、小学館の小説雑誌、キララ史上に掲載される。2005年から2008年まで、第4回まで開催され、8人の受賞者が誕生しているが全員が女性である。ヤフージャパン賞を受賞した東道ファンの、明日は、2008年3月10日にピュアフル文庫から出版された。ヤフージャパン賞を受賞した。 秋吉の雪の花は2009年9月4日に小学館文庫から出版された。また同作を原作に渡辺博行、原秀子夫妻を主演に迎えて映画化された雪の花がテレビ朝日にて年12月13日に放映された。ヤフージャパンが2014年に創設した賞で前年から検索数が最も上昇した人物、作品、 製品を表彰する。三つの大きなカテゴリー、パーソン、カルチャー、プロダクトに属する複数の表彰部門があり、全部門で一番検索されたものが対象に選ばれる。2014年12月8日に発表。2015年12月9日に発表。2016年12月7日に発表。2017年12月6日に発表。 2018年12月5日に発表。2014年3月31日には、1日24時間限定で同日に最終回を迎えた、森田和義アワー笑っていいとも、富士テレビ系列とのコラボレーション企画を行った。2015年11月5日から12月31日には、同年11月21日28日放送の、 世にも奇妙な物語25周年記念。秋の2週連続 SP、フジテレビ系列の番組宣伝を兼ねて、検索エンジンで、ガガ、ババと検索すると、とあるギミックが発動するという仕掛けが登場する、陳ン炎症。発動前に注意が表示され、音声なし、もしくはスキップも可能を起こすコラボレーション企画を行った。また、ギミック終了後は、 世にも奇妙な物語の検索結果が表示され、そこからスピンオフ動画を見ることができた。ここでは番組の提供の他に、ランキングやニュースなどを現在提供している番組あるいは過去に提供していた番組も記載する。特段記載がないものは提供番組。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。